ももちゃんです。今週も月曜日日本時間始まりました、ももちゃんですね、下半身がちょっと筋肉がね足りないということで、ね、獣医さんにね教えていただきました。ということでプールにね、筋肉をつけるために行ってまいりました。やっぱり日頃一緒に生活しててもね、下半身筋肉が、ね、少ないっていうのはね全然わかんないですね。ただプールを泳いでみたらね、ももちゃんが泳いでみたらそれがね丸分かりでした。ではよろしければねご覧ください。お、すごい、チャット犬かきしてる、チャット犬かきしてる、久々だ、かわいいでしょ。でも、かわいい、あー、かわいい、すごいすごい、かわいい、お尻が重い、お尻が重い、ちょっと慣れてね、あ、そうそうそう、あ、そうそう、あ、上手、めちゃくちゃ上手ですね、2ヶ月ぶりだもん、お尻、おばあちゃんに、おばあちゃん逃げます。お、おゆ、お、で、で、で、お、あ、お疲れ様でした。よし、アイコだね、マジアイコだね。え？いかがだったでしょうかね、ももちゃんの泳ぎ、我々があの普段テレビで見てるワンちゃんの泳ぎとかはねすごい綺麗で、こう全身をね使ってシャ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 ッと泳いでいくんですけどね、やっぱりこう泳ぎがねまだまだ慣れてないとかね、筋肉が足りないね、泳ぐ筋肉が足りないっていうねワンちゃんだとね、なんかちょっといびつだというか、泳ぎがねあんま得意じゃない、まあ人間と一緒ですね、泳ぎの練習しないとあのうまくはなりませんね。あとね皆さんもねよろしければね、プール行ってみたりしてください。ワンちゃんがねどういう風にこう泳ぐのかとかね、まあ、全然泳げないとかねあると思う。もちろんあの泳げるワンちゃんと泳げないワンちゃんもいまして、得意不向きが種類によってありますのでね、はい、もうじゃあねあんまりね好きではありません泳ぐのは筋トレのために行ってきましたんでね。はい。ということで、ももちゃんでございました。はい。皆さんもお近くのね、ドッグプールスイミングスクール、ありましたらね、ぜひ行ってみてください。普段見られない、愛犬がね、見れますんで、皆さんもよろしければ試してみてはいかがでしょうか。バイバイ。